三成、雪村、今日この日こそ歴史に刻まれる日だ。我らの気概が、義が、愛が家康の数に勝つ日なのだ。まず家康に味方する山犬ども最上伊達を駆逐し、後輩を固めて万全の体制で家康との決戦に挑む。三成、しばし関ヶ原で家康を引きつけておいてくれ。やがて上杉が義を持って家康の背後をつき勝つ。影勝様、兼続殿の策に乗るのは危うすぎませぬか。義義と、戦は義でするものではありませぬぞ。兼続が咲かせる義という花を咲かせ続けよう。それが幹として父母から影虎から継いだものだ。しかし花の一つも咲かせられずして何の幹か。